ブエノスアイレス湖またはヘネラルカレーラ湖はパタゴニアにある湖。アルゼンチンとチリにまたがっており、アルゼンチン名がブエノスアイレス湖、チリ名がヘネラルカレーラ湖だが、どちらも国際的に受け入れられている。面積は1850平方キロで、うち970平方キロがチリのアイゼンデルジー・カルロス・イバニエス・デル・カンポ州に880平方キロが アルゼンチンのサンタクルス州にそれぞれ属す。チリ最大の湖でもあり、アルゼンチン第四の湖でもある。深さは586メートル。氷河の作用で作られた湖で、アンデスの山々に抱かれている。湖水はバケル川から流れ出て、太平洋に注ぐ。この一帯は寒く湿った気候だが、この湖の見張れる微気候がある。チリ側の湖岸には、 プエルト・インヘニエロ・イバーニエスやチレ、チコ、アルゼンチン側には、ロス・アンティゴスやペリト・モレノの町がある。1900年から1925年にかけ、クレオールやヨーロッパからの移民が開拓した。1971年と1991年の、ハドソニアマ噴火の際には、地域経済、とりわけ羊の放牧が大きな影響を受けた。アルゼンチン側からは細く平原が伸びていることから、 比較的容易にアクセスでき、先住民のテウェルチェ族が通っていた。最初に、ここを通ったヨーロッパ人は探検家のフランシスコ・モレノで、1920年代には国道40号が付設された。一方、チリ側からのアクセスは容易でなく、1990年代になって、ようやく国道7号線が湖まで伸び、この地の観光産業を促進した。チリの企業が、 フェルト・インヘニエロ・イバーニエスとチレチコとを結ぶカーフェリーを運行している。マス釣りとサケ釣りで知られるほか、湖の中央部には大遺跡の洞窟がある。ありがとうございます。